あー、そういうこともあったな。ケントくんが押切くんのアリバイを作りたいがために辻殴りの模倣犯をしてたこと。もしケントくんがプロフェッサーならもっとスマートにアリバイ作りしそうやし、まあそもそも結果として辻殴りは押切くんやったわけで、なんか矛盾しちゃうか。あー、違うか、ケントくん。いや、実況始める前に、一応自分でも復習しとこうと思って、ケースファイルちょっと読み直したりしてたんですけど、そっかー、ケントくんじゃないかも。いや、まだわからんけどな。で、あと一個気になる点としては、プロフェッサーは星稜高校の8人の生徒を非行に導くように命令しているって書いてあるんやけど、今のところ判明してる非行に走らせた生徒は7人なんですよね。あと1人見つかってはないけど、単に非行に走らせてないだけなのか、それともミスケンの中にプロフェッサーにそそのかされた人いる？いや、でもな、糸倉ちゃん、でも糸倉ちゃんは、まあ、確かにプログラムの腕前優れてたり、いや、わからん。八神さん、天沢ちゃん、ちょっと復習しよう。一緒に突き詰める中で情報整理がよりできるかな。八神さん、準備はよろしいですか？ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。なんか変な入り方しちゃったけど、今回も、ロストジャッジメントパート54始めていきますよ。で、ここからユースドラマの真相解明編始まります。このシナリオが開始されるとクリアまで他のイベント進行が止まります。よろしいですか？じゃあ始めちゃったら、もうプロフェッサーの正体を明かすところまでやりきるってことね。オッケー！大丈夫だ！やろう！大丈夫だ。では、一つ一つの事件を振り返り、分かった事実を整理してみましょう。ケント君が最初、怪しいと思ったけど、押切君の件を思い出して、違うかもしれないって思ってるけど、完璧に外すにはまだあれかな。で、じゃあとりあえず、一番最近やったダンス部見ますか。ダンス部、高梨舞香。裏サイトを通じてパパ活をしていた女子だ。調査の結果、プロフェッサーの裏サイトがダークウェブに存在することが判明しましたね。生徒たちは専用のブラウザをインストールし、ダークウェブにある裏サイトにアクセスしていたようです。つまり、このことからプロフェッサーはネットワークに関する高度な知識を持ち合わせていた可能性があります。ここもケントくんと外れんねんな。どっちかっていうと糸倉ちゃんになるが、いや、ネットワークに他に強い人いたっけ？ま、強いて言うならロボ部の誰かやねんけど、ってなるとロボ部の誰かでくくっても糸倉ちゃんは入んねんな。あれ？もしくはそういった人材、そうね、そういった人材を抱えているかだな。そうね。そういえば、また高梨さんがパパ活をしていた理由ですが、調査の結果、彼女の動機が発覚しましたね。糸倉ちゃんや。糸倉ちゃんの学費を稼ごうとしてたんよな。高梨がパパ活をしていた動機はこの人物に深く関係していたんだ。あれ？ケント君が違うかもって思い出した途端になんか濃厚になってきた。いや、まだわからんけどな。とりあえず、高梨ちゃんがパパ活をする動機に深く関係していた人物は間違いなく、糸倉ちゃん。そう、糸倉琴子だ。糸倉は半年ほど前、文化祭実行委員で委員長を務めていた。高梨も実行委員の一員だったんだ。だが、ちょっとやらかしちゃったんよな。だが、糸倉の先制的な振る舞いに実行委員のメンバーは次第に愛想を尽かし、反抗的な態度を取るようになっていった。会議を総スカンされたなんてこともあったらしい。まあ糸倉ちゃんも悪かったところはあるけど、これはこれできつかったろうな。ええ、辛かったと思います。結果文化祭は大失敗。糸倉さんは以来不登校になってしまったんです。こうしてダンス部のパパ活女子の正体は明らかになったわけですが、事件はまだ終わりではありませんでした。ハンドルネーム踊るうさぎなる人物がライバル校ののりづきさんに暴行依頼を行ったことが分かったのです。その正体は意外な人物でした。意外やったな。のりづきゆりえの暴行依頼を行った踊るうさぎの正体はまあ先生やったわけや、米門先生。そう、ダンス部顧問の米門がのりづきゆりえの暴行依頼を行った犯人だったんだ。だが榊場によるとプロフェッサーは高い依頼料を提示されたにもかかわらず暴行依頼を断ったらしい。このことから推測できるのはプロフェッサーが仕事を引き受ける基準はお金ではないということですね。プロフェッサーが仕事を選ぶ上での基準が何なのかは気になるところだな。生徒がなんかしたいを叶える、まあちょっとやり方がな良くないけど、順番に行きますか、この並びの。じゃあメイドインヘブン。総代周防悠馬、風紀委員長から一夜にして総代になった男だ。周防くんはお母さんにモトクロスを禁じられ、その思いをずっと心の奥底に押し込めてきたようです。プロフェッサーは周防のその抑圧された願望を見抜き、そこにつけ込もうとしたんだ。そのためにプロフェッサーが取った手段はこれだ。お手紙を入れたんですよね。星稜高校風紀委員の投書箱に入っていた告発状、中にはメイドインヘブンのメンバーがバイクを乗り回す写真と手紙が入っていた。要は周防くんの気持ちを知った上でもうこれ送ってるんよな。これもやっぱ情報収集能力に長けてるっていうことよな、プロフェッサーが。風紀委員の投書箱に告発状が入っていたらしい。送り主はプロフェッサー M、 プロフェッサーのことだろう。その告発文は風紀委員の投書箱に入っていたとのことですが、投書箱は校内にしかありませんから、投稿した人物は学校関係者である可能性が高いです。まあ高校生なんでしょう。八神さん、メイドインヘブンにはもう一人重要な人物がいましたね。神経品同盟と接触していた人物が。それはまあこのメンツで言えば紫檀くんですよね。仲間にならんかって言われてた。議員の人もそうやったけど、あれ議員の人も一応接触はしたはったよな、景品同盟と。でも一論にいい品ってことはここで言うべきは紫檀くんで合ってるはず。神経品同盟と接点があったのはゴーストこと紫檀、伝説の一代目総代紫玲二の実弟だ。紫檀は走り屋として名を馳せた兄を超えるため、暴力によって裏社会をのし上がろうとしていたんだ。神経品同盟の古賀はそこに目をつけた。奴らは紫檀をメイドインヘブン総代に据え、神経品同盟に引き込むことで武力を補おうとしていたんだ。そういえば献上品にすると話していたそうですし、古賀という人物はよっぽどプロフェッサーのご機嫌を取りたかったのでしょうね。情報としては薄いな、プロフェッサーについて。そんなことない？で、次ロボット部。ロボット部か。ロボット部はちょっと思い入れ強めの部ですからね。ロボットによるひったくり事件が街で起きており、その調査のために潜入をしたんだ。その結果、明らかになったひったくりロボットを設計していた人物は車崎くん。おとなしそうな子やったけど、やっちゃってたな。まあ、やっちゃってたっていうよりかは、巻き込まれた感じするけど、車崎くん、彼がひったくりロボットの設計者だったんだ。私はずっと沖川くんのことを疑っていました。真相を誤るなんて不覚です。いやいや、まあ、いろんなね、可能性を考えることは大事。凝り固まったらあかんけどな。うちもそうなってるかもしれへん。なんか考えが凝り固まってるかな。ひったくりロボットのラボでは一つ重要な証拠品が手に入ったな。これは全ての非行事件におけるプロフェッサーの動機を理解する上で非常に重要な証拠品になるはずだ。何の話？これかな？プロフェッサーの指示メモ。8人の生徒を非行に導くように命令している。まあ、うちが最初この動画の冒頭で言った話ですけど、それでいいよな？動機を理解する。動機を理解する。動機か。もう8人は決め打ちやったっていう点は、ちょっと考える点か？そういえば。とりあえず、合ってるよな？合ってる？疑心暗鬼になる。証拠はラボのノートパソコンに残されていたプロフェッサーからのメールのメモだ。プロフェッサーは車崎くん以外にも7名の生徒を非行に導くよう神経品同盟と共に計画していたらしい。つまり合計8名。プロフェッサーが何を基準にその8名の生徒を選んでいたのかは謎ですが、8名の生徒を明らかにすることはプロフェッサーの動機を推理する上で重要な手がかりになると思います。7名しか判明してないんですよね。うちがなんか漏らしてなかったら。そんなことない？そんなことあると思うねんけどな。で、次は押切くん。轟健闘ジム、ボクシングジム、辻殴りの事件だ。格闘技のチャンピオンや腕に覚えのあるゴロつきばかりが辻殴りと呼ばれる正体不明の男に次々と決闘を申し込まれたんだ。その正体は押切くんだったわけですが、あ、健人くんも一覧にいる。まあ、押切くん。その正体は押切健也。元空手部でボクシングジムに入って早々天才と評判になった男だ。押切が辻殴りをする動機を説明する証拠品もある。証拠品、これや。玄武会八百長告発の手紙を突きつけます。合ってるよな？あんま熟考せずに選んだけど。押切は父親の押切不動への恐怖に抗うために強くなる必要があった。そのために押切は玄武会に出場していたのだが、これまでの勝利は八百長によるものだったと知ったんだ。つまりプロフェッサーから届いた告発状によって。ということは、この事件で残された謎はプロフェッサーが押切くんに告発状を送った動機。そうなんよな。玄武会もプロフェッサーの資金源というか、プロフェッサーが仕切ってるやつやから、玄武会にとって不利になっちゃう動機、情報なんよな。つまりこれ自体は、しかも押切くんにそのね、プレイヤーを倒されちゃってるわけやから、玄武会や賭博サイトの運営側にいるプロフェッサーが八百長の事実を告発してしまったら、自分たちの利益を損なう恐れがありますから、少なくとも動機はお金じゃない。ここでもそうなんよな。だからお金じゃない、玄武会も大事ではない。要するに、やはりプロフェッサーの動機、これが事件を解き明かす鍵になりそうだな。動機ねー。とりあえず淡々と進めてみましょうか。異人町ハウンズ。敷島慎之介、スケボーコミュニティの異人町ハウンズのリーダーです。また星稜高校の外壁に突如として出現したグラフィティアートを描いた犯人でもありました。そのグラフィティアートはプロフェッサーをモチーフにしたものでした。裏サイトのプライベートメッセージでプロフェッサーから敷島に直接依頼があったらしいな。あ、そうなんよな。敷島くんがなんか叶えたいとか言ってこう接点があったわけじゃなくて、あっちから接触してきたんだな。結果として彼は非行に走らされることになったんだ。グラフィティといえば立派な犯罪だからな。で、なんか理由としてはプロモーションうんぬんって言われたんやって敷島くんは言ってたけど、プロモーションねーって感じだったしな。写真部元部長氷川関東で会ってましたっけ。彼は大学の費用を稼ぐため星稜の雑賀先生を脅迫して金をせびっていたんだ。氷川くんは雑賀先生が不倫をしているという情報をプロフェッサーの裏サイトで知ったということでした。裏サイトを利用している際、プロフェッサーから氷川くんにアプローチがあったようですね。つまり氷川に関してもプロフェッサーのターゲットになったということだな。そうか、あっちからプロフェッサー側から。そうやな。もう非行に走らせたいメンバーは決まってて、非行に走らせることが目的？あれ？そういうこと？プロフェッサーは標的の8人を恨んでるってことか？あれ？なんかそれやと辻褄が合う感じが。辻褄っていうかね、ただただその例の8人、発覚してんのは7人やけど、7人を悪いことさせたかった？怪しいな。ってこと？星稜高校 e スポーツ部部長三本松源也。彼はチートツールを利用し不正な勝利を収めていたんだ。三本松くんはそのための技術的な支援をプロフェッサーから受けていたようです。ここもプログラム技術を使ってるんよな。あれ、糸倉、いやあかん、考えが凝り固まったらあかんけど、でもチートツールのプログラムは普通の高校生では組めないような高度なものだったらしい。ただ糸倉ちゃんは普通を超えてそうではあった。いや、なんかだんだん糸倉ちゃんに思えてきたぞ。あかん、もっと視野を広く見て他になんか見落としてないかな。つまりプロフェッサーはそんな高度な技術を持っていたってことになる。もしくはそんな高度な技術を持っている誰かを従えている。ただ知る限り京浜同盟にそんなやつはおらん。カジノは完全にスカやったんよな。早川琥珀ボードゲーム部の女生徒だ。彼女はスリルに飢えるあまり異人町のカジノに通っていた。本来カジノに未成年は入れないはずだが、早川は兄の会員証を借りて通っていたらしい。兄に扮するために男装までしてな。ただ結果として彼女はプロフェッサーとは無関係だったことが判明した。非行には走ってますけどね。カジノに年齢で偽って入ってお金稼ぐってぼちぼちな非行ですよね。ひとまず推理を阻害する要素になるかもしれませんので、早川さんの情報はプロフェッサーの事件から除外しておきますね。はい、 OK。 外したわけや。はい。で、最後ガールズバー。ガールズバーも直接的な話はなかったけど、情報収集はできましたね。ガールズバー、ガールズバイト。そこの一番人気、望月 S エミリちゃん。星稜高校の3年生芦原絆は年齢を偽り新京浜同盟の人たちと彼女のもとに通い詰めていました。エミリちゃんの心を開いた点はなんか納得できひんけどな。あんなやつらが。芦原くんは卒業した先輩の紹介で新京浜同盟に入ったようですね。卒業した先輩の紹介、ここはあんまり引っかからんでいいんかな。そこが他の事件と違うところだ。芦原はプロフェッサーと接点があったわけではなかった。待てよ。つまりプロフェッサーが非婚に走らせるよう狙ったターゲットではなかったということになる。そうやな。また芦原くんは神経品同盟のアジトでプロフェッサーの正体に関する重大な情報を耳にしました。ああ、古賀は誰かとの電話を切った後こう吐き捨てていたらしいがあのじじいめ、今月のスマホ代が心配だで、ガキめと古賀はこう吐き捨てていたらしい。ガキというからにはそれなりに年が離れているはず。精神年齢論も一応押してますけど、違うんかな。古賀はおそらく40前後だろうから、プロフェッサーは10代、もしくは若くても20代前半程度だと考えられる。一応ね、本当にガキであるなら。ざっと復習一気にしましたが、どうしても、もしかして糸倉ちゃんって思い出したら糸倉ちゃんに思えてきちゃってんやけど、他になんかある？仮に糸倉ちゃんやとしたらやっぱりソース缶になった文化祭うんぬんで実行委員やったメンバーなんかな。全員少なくとも高梨ちゃんはそうやった。他の面々が実行委員やってたかどうかはちょっと覚えてないし分からんところもあるな。押切くんとか文化祭実行委員やるタイプかとも思うねんやけど、もっと違う理由だったりすんのかな。もしくは実行委員やった。でやっぱ文化祭、もし糸倉ちゃんやとしたら文化祭が動機かなーって思っちゃうが、どうだ？よし、これで一通り情報を整理できたかな。やはり残された謎はプロフェッサーが8名の清涼生を指名し非行に導こうとした動機ですね。非行に導こう、8人決め打ちで。8名のうち1名は判明している。ロボット部の車崎くんだ。もうそれは名指しやったもんな。あれ名指しってわけでもないんやったっけ。でも名指しみたいなもんやったか。ここにプロフェッサーから直接アプローチがあった6名を加えれば、つまりそうやんな、やっぱ7名合計7名になります。あと1人はまだそこまで手が回ってないのか？ということは私たちの推理が正しかったとして、残り1人プロフェッサーによって非行に走らされた生徒がいるはず。今までの事件の中ですでに？問題はそれが誰なのかだ。もしかしたらその生徒はすでに非行に巻き込まれているのかもしれない。糸倉ちゃんがその最後の8人目で、プロフェッサーはまた別に誰かいて、そのプロフェッサーにコマとして使われてるから、そうかもしれへん。俺たちが気づいていないだけで。残り1人一刻も早く明らかにしないと。糸倉ちゃんが被害者って言っていいのか分からへんけど、プロフェッサー標的の8人目かん。ケント君から何ケント。もしもし、どうしたの？姉ちゃん今どこ？部室だけど八神さんも一緒。八神さんもちょうどいいや。実は今駅前のポッポにいるんだけど、困ったことになってさ。お財布でも忘れた？ねえどうしたん？それがなんか絡まれてんの？おいてめえ。やべ。なにケントくん？ごめん後で。今一瞬で状況をパッて言って。ケントくん頭切れそうやからなんか言えるやろ。ちょっとちょっと、まあ、場所だけは分かってるけど、なん大丈夫か？駅前のポッポって言ってたで。いえ、大丈夫じゃなさそう。分かりません。ケントなんかトラブルに巻き込まれたようです。まずいな。場所は駅前のポッポ。駅前のポッポと言っていました。すぐに向かおう。はい。なにでも行かれますよ。一緒に行くんか。いや、待っててもいいよ。なんか危なそうやし。まあ、予想するに京浜同盟に絡まれたか。さて、着いたけれど、私は店員さんに聞いてきます。でも、パッと見店内誰もおらんで。俺は周囲を見てくる。カバンだけ？甘さは学生カバンって、連れ去られ、それケントくんの？ケントのです。私があげた財布が入っているから。マジかよ。マジか。でも財布が入ったカバンそのまんまってことは、そういうお金目当てじゃなくてケント君が目的やったってこと？ケント君の他にも誰かいたんかな。一緒に連れ去られた。俺は店員に話を聞いてくる。天沢、ここを動かないでくれ。はい。でも絶対にチンピラやったよな。そうですか。行方は分かりませんか。なんかいざこざはあったっぽい。八神さん、ケントは30代後半の 30代後半の年上の女性と一緒にいたそうだ。派手な服装の女性だったらしい。ピンとこないですよね。みんなピンとくる？年上の女性と？その女性と一緒にヤクザ風の連中に連れて行かれたらしい。黒塗りの車に押し込まれて。女の存在も気になるし、その女性が狙いやってたまたま巻き込まれたのか、一緒にセットで目的やったのか、ヤクザ風の連中のね。そんな。まさか新京浜同盟が私たちが調査をしていたから巻き込まれて。今は何とも言えないな。その相手の女性のトラブルかもしれへんけど、その女性何なんていう話やし。とにかくケント君の居場所を突き止めよう。なんとか連れて行かれた場所が分かればいいんだが。どうしたら。言ったかな。黒塗りのでもな、黒塗りの車の書き込みなんてそんなないか。いや、こうやって調べる感じ？いや、これ自体は調べられないけど、なんかコンビニ周辺から出られなさそうやけど、中には入れんのか。いらっしゃいませ。お買い物は普通にできちゃう。おにぎり追加で買っとこうか。ありがとうございました。店内に何か防犯カメラ、この防犯カメラどこ向いてんねんって感じやな。これ、まあ入り口取ってんのかな。まあこれも当てにならんか。あんま店内は関係ない。話すだけ。八神さん、ケントの行方を探し出す方法、何かないでしょうか。残された手がかりはケントの落としたカバンと財布くらいですが、その手がかり使えるかもしれないな。探偵7つ道具の出番だ。いや、7つはないが。嘘。7つ道具といえば、カメラもそうやし、集音機もそうやけど、さすがに今ここじゃないよな。電波探知機も今関係ないし。あ、わかった。よし、行こう。歩。お前の鼻が頼りだ。そういうことだ。あ、なるほどね。ワンワンワン。お、わかるのか。なるほど。あ、乱歩、その手がありましたね。うん、一応家族なんやから、よりなんかおなじみの匂いやろ。乱歩、しっかり頼むよ、名探偵。乱歩の鼻ならもう絶対大丈夫やな。もう分かった？おいしゃ、じゃあ一緒に行こう。今はこいつについていこう。もっと先に目的地がありそうだ。行こう行こう。